ようございます。今日もディフォリエーションやっていくよ。前回は主人公たちが謎の力に目覚めて、ドアを破壊しておばあさんの家に入ることに成功したね。さらっと嘘をつくな。今回はおばあさんの家の中を探索していくよ。すごい変な音してるけど。最初聞いた時は何かのうなり声かと思ったけど、どうやらただのクソでかいいびきみたいね。おばあさんのいびきどんだけ怖いんだ。まあ、年取ると体調が悪くなって、そういうこともあったりなかったりするかもね。あるのかないのか、はっきりしろ。そんなもん知るか、だって二次元は年取らないんだよ。まあ、風邪ひいて、鼻でも詰まればなくはないかもしれないな。あるのかないのか、はっきりしろ。お前がよなで、そのおばあさんはどこにいるの？スルーするな。きっと恥ずかしがって、出てこないだけだね。どこに恥ずかしがる要素があった？若い年頃の男女3人が家に来たから。もう一度言う、どこに恥ずかしがる要素があった？やだ、みんなもう来ちゃった。早くお化粧しないと。じゃあこのいびきは何？寝たふりしてお化粧してる。おばあさんなんという作詞。まあ絶対違うけどね。じゃあ言うなお、右の方になんか人影みたいなのがある。これがおばあさんなんだね。おばあさんなんで座ったまま寝てるんだ。なんか可愛いね。どこが可愛いんだ。よくあるじゃない？突っ伏して寝てしまう猫。あれすごい可愛いよね。全国にいる猫派の人ならきっとわかってくれるはず。おばあさんとどう関係があるんだ。座ったまま寝てしまうおばあさんも可愛いってこと。というわけで可愛いおばあさんを起こそう。入らないのかよー。入ったら死ぬからね。入ってみたい方はぜひご自分でプレイしてみてください。突然宣伝するな。これで売り上げアップしたら何割かこっちにくれないかな。ぐへへ。現実見ろ。ここから本の説明入るからちょっと黙るぞ。合法サボり。ではゆっくりしていってね。はい、以上でした。正直全部ほぼ名前しか聞いたことないね。額がないからだよ。アニメとかドラマとかなったやつならちょっとはわかるよ。額がないね。三国志と三国志演義の違いならわかるよ。え、同じだよ。三国志は歴史そのままだけど、三国志演義はお芝居用にアレンジされたものだよ。だから若干歴史と違った部分があったりするよ。これテストに出るからみんなちゃんとメモ取るんだよ。何のテストだよ。雑談も一通り終わったから謎解きするよ。ここの謎解きはさっきの鏡と本を合わせて解くから少し難しいんだって、うつ主が言ってた。しかも本全部じゃなくて、鏡にあるキーワードだけ切り取る感じね。木、水、金、土、火、土、N、E、S、W、それらのワードがある本を選んで、数字の1と合わせる感じね。答えは見せないから自分でやってね。というわけで台所へゴー。まずは使えるものを物色。人はそれを泥棒という。まずは鍋をゲットだぜ。次はシンクの方を見てみよう。
髪の毛をゲットだぜ。いや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 。髪の毛をゲットしてどうする？それは作者に聞いて。あ、なんかあるって、なんとかしてほどけばいいらしい。じゃあお湯を沸かそう。まずは鍋に水を入れて。次にコンロの上に置く。そして、あやー。うるせえ。最後に、髪の毛を、ボンバー。だからうるせえ。はい、ゲットです。なんで髪の毛にこんなもんか。ヒント、ゲームだからです。それ答えじゃねえかー。次はこの切ったねえもんを拭いていこう。何かの順番みたいね。アップルパイのレシピだって。ああ、なんかパート1で言ってたね。アップルパイを食べると、力が湧き出て、うっかり地球を滅ぼしたって。いつ、誰が、どの世界線でそんなこと言ってた。きっといつかは、誰かが、とある世界線で言ってくれると信じてる。その幻想をぶち殺す。はい、謎解きするよ。ここはちょっと隠すの面倒だからそのままにするよ。さっきのアップルパイのレシピ通りに並べるだけだから、簡単だな。そして上の棚を開こうとしたけど課金ページを開いてしまった。なんという巧妙な罠。続けて物色していくよ。タイルをゲットだぜ。上の棚に続いて、下の棚も開けちゃいます。床に一個だけ色の違うタイルあるから、そこを調べる。そしてさっき手に入れたタイルをはめる。これはもうあれだね。あれだねー。そうそうあれあれ。どれだよ。数読でパスが割れるから皆さん頑張ってね。というわけで最後はパスを入れるだけ。順番は葉っぱの形通りね。もちろん隠すから自力でファイト。今回のパートはここまで。次回も見てねー。お疲れ様でした。